です。実況いきましょう。佐々木先生いらっしゃいますね。はい、いきましょう。大丈夫だな。一回も対戦してましたかね。初めて、あ、一回対戦してますね。よろしくお願いします。一番教えてもらいましょう。さて、後手番だったので角換わりにしてみました。早繰り銀できますかね。ゆっくり行きましょうね。とはいえもう一本道なんですが、はい、お、来ますかね。ですよね。はいはいはい。金上がって7五歩から同歩同銀の時に果たして引くのが間に合うのかって話で、まあ上げといて損はないってなので上げておきましょう。あ、すぐに来ないんですね。まあ何にも仕掛ける手がないんで、とりあえず守りましょうかとしか思わないんですが、まあとりあえずちょっと打診してみましょう。どうでしょう。間に合い、一応囲いは間に合いますよという主張なんですが、引くこ5五角と打つ筋があるので、まあ、こう引かざるを得ないと思うのですが、なんだろうこれ。なんかあるのかな、技が。頭歩打ったら。ですよね。で、
7分。先生から動いてもらえないですかねこれ。これこの状況を打開しなきゃいけないんですか。厳しいな先生。ですね。あんまり狙いたくない数字ですね。いろいろあれなんで先生打開してくださいと待つことにします。はい、なんか打開してください。おお、いろいろミスるのめんどくさいんだけど、とりあえず打ってみましょうか。ですよね。あくまで狙いはだからこっちってことか。5分。やってしまいましたね。はいはいはい。うまくいくかどうかわかんないけどやってみましょう。どっかで勝負に出なきゃいけないと思うんで。おう、
ほう。なんか決め手がありますか。ほうほうほう。3分。おお。そっち来るのか。耐えるしかないね。あー、どちらにしろどちらにしろ死んでるな。決まってしまったか。2分30秒一旦手締めとって、取ったら詰むのか。取ったら積みますか。積みそうですよね。取らなきゃ、取らなくても積みそうですね。見えてないですね。2分。これな、投了するところだろうな。1分30秒。1枚使わせて、投了ですね。ダメだ。はい、投了します。参りました。見えてなかったですね。終盤ダメダメだったな。結構ひどいことなってるだろうな、これ。そんな終盤良かったんですね。焦点となったところ見ましょうか。お、固まった。固まってしまいましたかね。ですね、いろいろなんか個人情報を見せることになってしまってますが、おお。ですね、焦点となったところを見ていきましょう。で、2手戻して3手ぐらい、そうですね、もうだいぶ劣勢だったんですけど、500差がついてたら劣勢です、はっきり言って。なってこられて、で跳ねて、この手ですね。この手がまあ角打ったの間違ってますよってコンピューター言ってます。でここで3四歩とじっと指してくださいと。ほうほうほう、なるほど、銀を牽制してくださいと言っています。以下で、あ、ここで、なるほど、このタイミングで打つのか。で下がらせてから取らせて、おー、なるほど、大技なんですね。
で、同じような発想にはなってるんですけど、全然違いますね、評価が。そうですね、1、2に角を打つという発想は結構あったんですけど、まだまだちょっとあれかなというのが、で、まあ、角取ってでどうするかっていう話ですよね。そうですね、こんな感じにはしたかった感じなんですが、随分結果が違うなというのが所感です。はい。そうですね。そうか、先に銀を牽制すべきだったんですね。ちょっと見えていませんでした。以上です。それでは次の対局でお会いしましょう。